ジョン・バークはアメリカ合衆国の弁護士、法学者であり、ノース・ダコタ州の政治指導者である。バークはアイオワ州、旧ク軍で生まれ、ダコタ順州に移住した。ノース・ダコタ州がアメリカ合衆国の州に昇格した後、1891年に州下院議員、1893年から1896年に州上院議員を務めた。民主党員として、 ノースダコタ州知事を3期務めたが、これはノースダコタ共和党がほとんど実質的な反対勢力ではなかった時期にあたった。1912年にボルティモアで開催された民主党全国大会でバークは熱心にウッドロー・ウィルソンの大統領候補指名を支持した。バークは第1回目の投票でノースダコタの大議員票をすべてウィルソンに向けさせた。 民主党の重鎮で元大統領候補者のウィリアム・ジェニングス・ブライアンがウィルソンを支持し、またバークの親友でもあったので、バークが副大統領候補に出馬することを望んだ。しかし、バークはインディアナ州の大議員たちにその票を合わせる約束をしていたために出馬を保留した。その結果、インディアナ州出身のトーマス・アール・マーシャルが副大統領候補に選ばれた。 1912年11月にウィルソンが大統領に当選した後、バークはアメリカ合衆国財務官に指名された。バークはこの職をウィルソンが退任する1921年まで務めた。1916年にはノースダコタ州からアメリカ合衆国上院議員選挙に出馬したが落選した。1924年から1937年5月14日に、 死ぬまで、ノースダコタ州最高裁判所の判事を務めた。ノースダコタ州バーク軍は、バークの栄誉を称えて名付けられた。1963年、ノースダコタ州は、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の、国立彫像ホールコレクションに、バークの制銅像を寄贈した。第二次世界大戦中のリバティ戦、ジョンバークはバークにちなんで名付けられた。ありがとうございます。